日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。今季ヤクルトの守護神として活躍し、現在アジアプロ野球チャンピオンシップの日本代表選手として参加している田口麗斗投手、今季国内 FA 権を取得しており、去就が注目されていましたが、先日13日に残留する意向を固めたと報じられ、実際に残留が決定、ヤクルトファンから安堵の声が聞こえてきました。今後は契約年数など球団と話し込む予定とのことですが、将来的には海外 FA 権を行使も視野に入れてると言います。将来的にメジャーに挑戦する思いなど持っているのでしょうか。そこで今回は田口選手の残留にメジャー挑戦の可能性などご紹介していきます。2013年10月24日のドラフト会議で読売ジャイアンツから3位指名を受け入団、巨人の担当スカウトであった増田明則さんからは、東の松井、勇気、西の田口という評価を与えられ、仮契約時の山下哲司スカウト部長のコメントでも、スライダーとカットボールは本当にレベルが高いし、何年か後には確実に一軍で活躍できると評されました。その評価通り、巨人時代は先発として2年連続2桁勝利を挙げるなど活躍、将来のエースとして期待されましたが、その後は伸び悩み、先発や中継ぎと起用法がコロコロ変わっていました。そして2021年のシーズン前にヤクルトにトレードで移籍、そのまま開幕ローテーション入りを果たします。序盤こそ好投していましたが、徐々に安定感を欠く試合が増えてきたため、シーズン途中からリリーフに回ることに。左打者へのリリーフを中心に奮闘し、16試合1勝1敗3ホールド防御率 3.29、 さらに11試合無失点を記録するなど、ヤクルトにおいても先発、リリーフ双方をこなし、チームの優勝に貢献するなど活躍していました。今季は前年まで抑えをしていたスコット・マクガフ選手に代わり、開幕から抑えとして起用され、前年に続き安定した投球を披露。抑え失敗も何度かありましたが、それでも50試合に登板し33セーブを挙げ、防御率も 1.86 をマーク。クローザーとしてしっかり役割を果たし、オフには11月に行われるアジアチャンピオンシップのメンバーにオーバーエイジ枠として選出、秋の日本代表キャンプに参加し、後輩投手全員を食事に誘い交流を深めるなど裏方でも活躍。井端監督は、率先していろんなことをやってくれていてありがたいですと目を細め、田口選手も少しでもできることはできたので、次は試合の中で示していきたいですと意気込みを見せていました。そんな田口選手ですが、 FA 権を今季取得しオフに行使するのか注目を集めていました。インスタグラムでは移籍をほのめかすようなことを投稿をしたり、 FA 宣言期間中に行われていた宮崎での日本代表合宿では、FA についてはまだ考え中、熟考中ですと、行使するかどうかも含めて検討していました。その中でも移籍先としては広島と巨人が有力視されていました。ですが田口選手は結果的に残留が決定。田口選手は、自身のモチベーションを以前から自分の評価よりも必要とされる方が嬉しいと、あくまでも自分の市場価値などではなく、チームに必要とされるかどうかを重視していました。巨人時代はもともと足かせになることが多かったと某スポーツ番組でも語っており、巨人の伝統を背負いながらの野球生活に水が合っていなかったことを告白しています。そういった意味で古巣に戻ることのハードルの高さは、金額が相当積まれないと動かないことは推測されていました。ましてや巨人も安倍晋之助新政権になってからは FA 補強の依存からの脱却を図っており、急務な補強ポイントではないクローザーに高額年俸でのオファーを実施することも今回は考えられないかと思います。また広島ではクローザーとして絶対的守護神の栗林選手、カープの躍進を支えたクローザー矢崎拓也選手などクローザーはすでに揃っています。先発中継ぎと経験がある田口選手ですが、クローザーとしての評価が高いわけで、年齢的にも先発転向のリスクを獲得球団が背負うわけでもないので、そう考えるとクローザー補強が急務ではない、広島にとっての必要性は高くはないと思います。広島との相思相愛関係にまで発展していない感は否めませんし、現状を変えるにしては決め手に欠ける印象ではあったかもしれません。
高津監督が直々に来年も一緒にやりたい、その意思は伝えましたとシーズン終了前にラブコールし、球団としても複数回残留交渉を行っており、その熱意が実った形。小川 GM も戦力的にも大きいですね、来季も期待していますとコメントしました。球団関係者によると、年俸や契約年数などの詳細については球団との話し合いを進めていく予定とのことで、近日中にも自身の SNS で残留決断の思いを伝える考えだといいます。一方で将来的な海外 FA 権の行使も検討している模様と報じられており、将来的にメジャー挑戦も視野に入れているのではと一部で話題にもなっています。果たして田口選手はメジャー挑戦を考えているのでしょうか。実は田口選手、巨人時代ファンとの交流イベントで、将来メジャーへの思いはあるか問われると、メジャーの目の字も出てこない、海外には野球をやめてから住みたい、ジャイアンツにずっと必要とされる投手になりたいと巨人愛を強調していました。戦術しましたが、田口選手はチームに必要とされるかどうかが所属の条件と考えており、メジャー挑戦はあまり考えていない様子を見せていました。とはいえ、これは2017年の話、もしかしたら考えが変わってる可能性もありますし、今回のアジアチャンピオンシップなどを通じて憧れを抱き挑戦も考える可能性もありますし、年齢的にはまだ若く、2年後でも別に遅くない年齢、いろいろな選択肢を考えた上で海外 FA 権について考えていると思われます。とりあえずはヤクルトに残り、引き続き守護神として活躍が見込まれる田口選手、試合裏では率先して投手陣を引っ張っており、若手にアドバイスを送るなど影響力も大きいです。昨年からフル回転しており、体の負担など懸念点はありますが、ヤクルトにとっては大きな補強とも言えるでしょう。もちろんこの報道にヤクルトファンは歓喜しています。ヤフコメから引用になってしまいますが、とあるファンの方のコメントが熱かったのでご紹介します。生粋のヤクルトファンとしては、田口投手の残留は本当に嬉しいです。ネットでは巨人か広島に移籍してしまうのではないか、実は私自身も巨人への復帰はないにしても、田口投手本人と奥様の地元である広島に移籍してしまうのではないかととても不安でしたと噂されていましたので、本当に心の底からほっとしました。田口投手の投手としての能力や実績はもちろんですが、明るい性格でチームのムードメーカーであり、私たちヤクルトファンを楽しませようと盛り上げてくれる選手ですので、ヤクルトに絶対に必要だと思っています。田口投手、来季もヤクルトのクローザーとして素晴らしい成績を上げてください。いろいろバッシングや誤解を生んできた田口選手ですが、ヤクルトに残留と決めたその顔はまさしく戦う顔をしていることでしょう。来季はどのような活躍を見せてくれるのか注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。